みんなで節電アクション。省電力長寿命で注目を集めている LED 電球。しかし種類がいっぱいあって迷ってしまう。実際に買った人からは思ったよりも薄暗い、色がイメージと違うなどの声も。白熱電球や蛍光灯に比べて高価な LED 電球。そこで買ってしまってからがっかりしないように、あなたの家にあった LED 電球の選び方をご紹介します。教えてくれるのは照明コンサルタントの資格を持つ明かりナビゲーターの結城美久さんです。ポイント1、口金。口金はソケットに差し込む部分のことなんですけれども、2つのタイプがあります。 E26 と E17、 どちらのタイプなのかをちゃんと見極めてチェックしてください。ポイント2、形。電球の形にも様々な形があります。形によっては取り付けられない場所もありますし、深さによっては電球が飛び出してしまうケースもあるんです。取り付ける場所をきちんと確認しましょう。どうしてもわからないという方は、今までお使いの電球をそのまま電気店にお持ちになって、その大きさに近いものを選んでいただければ間違いがないと思います。ポイント3、明るさ。白熱電球や蛍光灯を購入する際の目安はワットでしたけれども、 LED 電球の場合は同じワット数でもメーカーやタイプによって明るさが違うんです。 LED 電球を選ぶ際に覚えておきたいキーワードはルーメンです。ルーメンというのは光の量の単位で明るさの基準となるんです。この数値が大きければ大きいほど明るいということになるんですよ。ですから LED 電球の場合はパッケージに書かれたルーメンで明るさをチェックしてください。ポイント4、広がり方。そもそも LED はまっすぐな光が特徴なんです。ですから LED 電球は真下を照らすのが得意なんです。ということはダウンライトやペンダントライトなどに向いています。でもやっぱり光の広がりが狭いために、取り付ける場所によっては薄暗く感じてしまうことがあるんです。そこで白熱電球のように全体的にふわっと明るい光を求める場合は、全方向タイプの LED 電球を選んでください。明るいお店の中では光の広がり方をチェックしにくいなという場合は、手を使ってみましょう。手を LED 電球のそばに持ってきて、手全体が明るくなれば全方向タイプ、下に影ができれば直下タイプということになります。ポイント5、色。白っぽい光は太陽に例えると昼間の光なんです。ですから活動的になりたい、作業したいなという時にはこの光がおすすめです。それからオレンジ色っぽい光は夕日の光、つまりくつろぎを表す光なんです。ということはリラックスしたい、落ち着きたいなという場所にはこの色がぴったりです。でもここで一つ注意が必要です。 LED というのはこれまでとは違った種類の光なので、使い方あるいは場所によっては違和感を感じるケースがあるんです。なので試し付けをおすすめします。試し付けとしておすすめの場所が玄関、廊下、トイレ、階段、こういった場所です。こういったところで光の出方や色、明るさなどをチェックしていただいて、お気に入りのものをぜひ購入してください。小さな節電の積み重ねが大きな力になる。節電アクションに取り組みましょう。